ポリコムはプラントロニクス社の子会社であり、ビデオ、音声、コンテンツの共同作業とコミュニケーション技術を開発するアメリカ合衆国の,の多国籍企業だった。ポリコムは1990年にブライアン・エル・ヒンマンとジェフリー・ロッドマンによって共同設立された。2018年にポリコムはプラントロニクス社に買収され、2019年に統合された企業名が ポリーに変更されたポリコムは、H264 ビデオコーデック、サイレンコーデック、セッシップ、ネイティブ 1080P 高解像度カメラとディスプレイ、ネイティブ 720P 及び 1080P 高解像度エンコード、デコード、低遅延アーキテクチャ、低帯域幅の活用、低遅延の交代域コードオーディオコーディング、 モバイルデバイスからのフィードバックを排除するためのエコー除去と干渉フィルターを備えたマルチチャネル空間オーディオおよびレガシービデオ会議との相互運用など様々なテクノロジーのライセンスを取得している。デュアルディスプレイを備えたポリカム VSX7000 ユニット。ポリコムは PTZ カメラとコーデック及び通信電子機器を統合し、その上に設置するように設計されたユーザー提供の ビデオモニターに接続したセットトップユニットビューステーションを使用して1998年にビデオ会議市場に参入した。ビューステーションは当時6000ベドルで販売されており、競合他社に比べて比較的軽量だった。ビューステーション製品ラインの他のメンバーにはマルチポイント機能、コンテンツ共有機能、および新しい H323IP、 ネットワークプロトコルのサポートが組み込まれたモデルが含まれていた。2000年、ポリコムはバイオビデオと呼ばれるパーソナルコンピュータベースのデスクトップビデオ会議システムを導入した。コンパクトなデバイスはウェブカメラの機能を提供し、当時のほとんどのデスクトップ及びラップトップコンピュータの計算制限を相殺するための追加のオンボード処理機能を備えていた。 コンピューターの処理能力が向上するにつれて、ポリコムはこのハードウェアとソフトウェアのデスクトップソリューションを、ポリコム PVX と呼ばれるソフトウェアのみのクライアントに移行し、後にポリコムリアルプレゼンスデスクトップに移行した。2001年2月、ポリコムは m g c 1 0 0ラインを提供した。買収を通じて、マルチポイントブリッジング市場に参入した。2001年10月に、 ピクチャーテルを買収した。ミュートボタン付きポリコムデジタル卓上マイク2006年、ポリコムは最初の HD ビデオ会議システムを発表した。その後まもなく、ポリコムが2007年1月に買収したデスティニーコンホイランシングの設計に基づいた3画面3カメラの部屋内、没入型電話会議システムであるポリカムリアルプレゼンスエクスペリエンスを発表した。2007年2月、 同社は HD およびテレプレゼンスアプリケーションをサポートするように設計された RMX2000 と呼ばれる新しいマルチポイントブリッジプラットフォームを発表した。また、2007年にはポリカムテレプレゼンスエクスペリエンスソリューションと新しいエグゼクティブデスクトップソリューションを使用してテレプレゼンスおよび HD ビデオ製品ラインを拡大しヘアベースの会議室のラインをさらに拡大した。 2008年、ポリコムはポリカムコンバージドマネージメントアプリケーションのビデオネットワーク及びビデオネットワーク用のシステム管理アプリケーションを提供した。その年の後半に同社はディストリビューテッドメディアアプリケーション7000を発表した。これはネットワーク内でマルチポイントビデオ通話を管理及び配信するネットワークベースのアプリケーションである。二千八年末に向けて ポリコムはシステムのパフォーマンスをより高い 1080p や 720p といった解像度で毎秒30フレームから60フレームに向上させる計画も発表した。2010年、同社はポリカムオープンテレプレゼンスエクスペリエンスを発表した。これは当時の他の同等のシステムの半分のデータ帯域幅を使用するデータ効率の高いコーデックが改善された。 別の3画面没入型会議システムである。ポリコムのサウンドステーションが IP4000、シップ会議電話最初のサウンドステーション会議電話は1992年に出荷された。元のデバイスの後には拡張パフォーマンスを提供するバージョンが続いた。サウンドステーションは1993年に最初に国際的に出荷され、その後、 他の製品と拡大する国のリストが続いた。サウンドステーションは2004年に AT&T が元のサウンドステーションのベースとなった AT&T DSP16A プロセッサを廃止した時にサウンドステーション2にとって変わられた。ほぼ10年間に発生した技術の進歩に基づいてサウンドステーション2は従来のアナログポッツ接続により まだ 3kHz の音声帯域幅に制限されていたが、より多くの機能と改善された音の透明性を示した。これは、デクトシステムであるサウンドステーションに WIRS スピーカーフォンと従来の電話回線を介した 7kHz 音声、HD ボイス操作対応の最初のポッツ、スピーカーフォンであるサウンドステーション VTX1000、優先スピーカーフォンによって保管された。 2001年12月、ポリコムは、オスピーネットワーク買収した。これは、オスピーボルテックスを含むインストール済み、音声システムを専門とする会社である。12入力及び12出力のボルテックスを使用すると、ポリコムの製品は、従来の電話会議システムよりも、はるかに多くのマイクとスピーカーを処理する必要のある、オーディオビジュアルインテグレーターにまで拡張できる。2007年、 ポリコムは、ボルテックスの後継である、ポリコムサウンドストラクチャーシリーズを発表した。2001年の第一四半期に、ポリコムは、最初のボイスオーワープ会議電話であるサウンドステーション、IP4000 を発表した。2008年には、サウンドステーションの IP6000 とのサウンドステーション、IP7000 が導入され、両方とも、ポリコムの HD ボイス及び、 アコースティッククラリティテクノロジーを実装していた。2003年、同社は最初の HD ボイス製品であるサウンドステーション VTX1000 会議電話を発表した。2006年、ポリコムは業界初の PCOHD ボイススピーカーフォンであるコミュニケーター C100S を発表した。1998年、同社は一連のサウンドポイント電話で、 回線交換デスクトップ電話事業に参入した。2001年の第3四半期にサウンドポイント IP500 を皮切りにサウンドポイント IP 製品ラインで IP デスクトップ電話事業に参入した。ポリカム VOIP 電話はオープンスタンダードのセッションイニシエーションプロトコルを使用して様々な個制御プラットフォームと連携することができる。2007年にポリコムは スペクトラ社を買収した。同社の製品ラインは Wi-Fi 届く時の無線電話システム、並びにカークデックとの製品ラインからなっていた。2008年、ポリコムはサウンドステーション及びサウンドポイント、IP 電話にアプリケーションの有効化を追加した。最初に市場に投入された製品は同社のプロダクティビティスイートであり、同社はサードパーティの開発者向けに オープン API を提供していた。2009年、同社は2つのビデオ対応音声製品を発表した。1つは VVX1500 ビジネスメディア電話であった。これはパーソナルビデオ会議システムと HD ボイスとオープン API およびウェブブラウザを備えたボイスオーバー IP 電話を組み合わせたものであった。また、マイクロソフトラウンドテーブルの再販権のライセンスを 取得することにより、360度カメラを備えた、テーブルマウント型のビデオおよびオーディオ会議コンソールで、ある CX5000 を発売した。3のゼノ Q ポリコム本社2011年、ポリコムは、ジェスチャーベースのタッチスクリーンインターフェースを備えた、VOIP ビジネスメディア電話である、VVX500 を発表した。また、2011年に、 ポリコムは400万台目の会議用電話を出荷したと発表した。2012年に Wi-Fi 及びデクト製品はスペクトラリンクと呼ばれる新しい会社に売却され、サンキャピタルパートナーズに約1億1000万ドルでスピンオフされた。ありがとうございます。